はい、どうも、ふうが、でございます。今日もね、ちょっと話をした後に、曲を紹介しまして、人生の曲について語りたいと思います。はい。ですね、まあ、いっぱいいろんな失敗をするわけなんですけども、それがやっぱね、人生積み重なって、それがやっぱネタになったり、教訓になったりするので、いっぱい失敗をしましょうっていう話ですね。はい、失敗を恐れては何もできませんっていうことですね。はい。で、ちょっとね、昔の話なんですけど、まあ、中学校時代の話をちょっとしますね。自分中学校時代は、陸上競技部に入ってまして、で、陸上競技部やる、まあ、きっかけっていうのは、まあ、小学校の時の陸上クラブなんですけど、陸上クラブなんで入りたかったかっていうと、自分ね、鉄棒が得意だったんですよ。で、鉄棒が得意だから、俺、陸上クラブ入ろうと思って、入ったんですけど、鉄棒って陸上じゃないんですね。はい。知らなくて、陸上にあるものは、陸上部だと思ってたんですよね。で、まあ、入ってみたら、そんなものはなく、ただ走ったり飛んだりするだけっていうね、話で、まあ、中学校の時は、まあ、その延長で陸上部に入ったんですけども、まあね、筋トレとかするじゃないですか。やっぱ、その時に、外で、まあ、筋トレしてて、二人一組になって、腹筋、背筋とかね、するんですけど、背筋してるときにですね、ちょっと、力んだときに、ちょっと、プってね、おならしちゃったわけですよ。中学生にとってのおならって、結構な、衝撃なんですね。そんなんで、組んでるやつは、まあ、結構もろに食らうわけですよ、その、おならを、ガスをね。そしたら、もう、そいつは、うわっ、こいつ、屁こきやがったぞつって、走って逃げて、もう、それ恥ずかしいので、もう女子とかもいるから、後輩とかもね、いやいや、してねえよつって追っかけ回すんですけど、したぞ、したぞとか言って、周りの女子とかは、もしかして、今、とか言って、もうほんと恥ずかしかったなっていうね、話したんですけど、まあそれも失敗でしたね。まあ失敗だけど、まあこうやって今ね、何十年も経って値段にできてるから、それはもう俺は成功だとは思ってます。はい、では曲の方行きましょう。バカカレコはマイナス思考は捨てて軌道な結果見えならチキンだな鼻からいどうもなしくじりや失敗は明日のため同社光あればついてくる月も影ボッシュピストルの鳥が平気なやつまたベージュしてマジヤバ弾かないやつまたネッツで一度死でボラケ次の日ねベースでルーレットの結果でさすがさ受け開業したがお怪我したカジノプレイヤー結果的廃業してシャキも増えた笑いたきゃ笑えよクソペラボメまだ死んじゃねおかしねえほうぜもう髪に頼らず抜かしたのにトイレでクソすれ髪頼みあロスアンクレロスアンクレまるまるまる僕はプレロスアンクレロスアンクレこじ開けろけやこれ飛び出しなんだロスアンクレ一か八かやっちまえいけいけ疲れ出しなロスアンクレ値上げてね誰も飛んで生きていましたらポッキー見えすぎてイラつくマネだらけビジネス社長のクソに群れがありハエだらけメスね下向いて生きて寝て弱者からも必須です鉛を食らわせゼロから一今の俺の力はまだなしのつぶて腹決めるだが相手に立ちを抜くせ中年だが慣れたくない根性なしの踏み受けそしてまた不明の最後振るせヒーローになりたがヒーローコンパイネムリ運転して構う俺地面にひれ伏し気づけば病院のベッド足を骨折ゾミ狩り再度挑戦勝ちのこれ一度死んだもんだから怖いもんはなしロボじゃなさ人間だドラえもんじゃなし男ならそうたらビリだってこりね片手にマイクで引き金を引けロスアンクレロスアンクレバレバレバレ大きなプレロスアンクレロスアンクレこじ開けろけやこれ飛び出しなんだロスアンクレ一か八かやっちまえいけいけ力出しなロスアンクレ
うめロスアンルーレロスアンルーレこじ開けろ剣破れ飛びない瞬でロスアンルーレ劇場燃やせトロンコにまみれて物押しで踊ってる完成となれおたまにとからひっつけてトリガー引いたままポーナーゲーム